西ブライオンズでは、1991年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。この年の西武ライオンズは、森正明監督の6年目のシーズンであり、2年連続13度目のリーグ優勝と2年連続10度目の日本シリーズ制覇を果たしたシーズンである。今年も優勝候補の本命に挙げられたが、就任6年間で4度優勝、3度日本一の森監督は、 今年は去年と違って相手もマークしてくるだろうと予言。チームは、その予言通り5月まで順調に勝ち進むも、不動の4番、清原和弘が6月に入って打てなくなるとそれに、釣られるように打線も沈黙。工藤君康、渡辺久信、各大元らの先発投手陣も援護に恵まれず6月9日から5連敗。その後も連勝。 連敗の繰り返しが続いたが、清原、秋山浩二、オレスティス・デストラーデラ打線の活躍、各野渡辺富浦投手陣の活躍で8月を15勝7敗1分で、乗り切ると9月は11勝3敗3分の貯金8を記録。8月28日から9月17日まで引き分けを、挟む12連勝で近鉄を抜き首位に浮上すると、最後まで譲らなかった。 最終的に81勝43敗6分の直近38で2年連続のリーグ優勝を決めた。投手陣は各が自己最高の15勝を挙げて MVP を渡辺里氏が防御率2.35でリーグ1位となるなど防御率ベスト123人を送り込んだほか鈴木明や石井武博もローテの谷間で検討した。救援ではカトリヨ 塩崎哲也のダブルストッパーに加え、小田真也、横田久則も、まずまずの成績を残しチーム防御率3.22は、リーグ1位。打撃陣はデストラーデが2年連続の本塁打王になるなど破壊力抜群で、155本塁打は、リーグ2位。盗塁数も104個で、リーグ2位だった。日本シリーズは5年ぶりに広島との対決となり、最終戦までも連れ込むが、 最終的に経験豊富のライオンズが2年連続で日本一を決め、森監督が本拠地で胴上げされた。ありがとうございます。